ギアトレインとは、その名の通り、ギアのトレインのこと。数枚のギアを、同一面上に一列に並べたもので、動力を伝達する方式の一つである。ギアトレーンの歴史は長く、ローマ帝国時代にはすでに実用化されていた。デシプロエンジンにおいては、クランクシャフトとシリンダーヘッドにあるカムシャフトとの間を結び、銅弁形を駆動するものが、代表的で、カムギアトレインと呼ばれる。 また、対抗ピストン機関で離れた位置にある2本、またはそれ以上の数のクランクシャフトを連動させるために用いられる。スクーターにおいて、駆動リニンへの動力伝達にギアトレーンを採用した車種がある。組み合わされるギアは、特定の波同士がいつも噛み合い、変摩耗することを防ぐため、また、共振を避けるため、通常、公約数のない波数とされる。ただし、 カムギアトレインでは、駆動側と引く動側の波数比を1、2にして、カムシャフトの回転数を、クランクシャフトの半分としている。ギアトレーンは使用されている、歯車の種類にもよるが、騒音の発生源となるため、静粛性が求められる用途には不向きである。その場合には、ベルト、ローラーチェーンなどを用いる。ありがとうございます。